様こんにちは。本日はですね、これでございます。ここ 2,3 日で降ったですね、黄砂でございます。もうこのね、量といったらもう半端でない黄砂の量でございますので、非常にですね、このボディに対してどれぐらいの影響があるのかというのは心配になるぐらいすごいでございますね。もうなんか梅煙みたいな感じで降ってまいりますので、もうたまりませんでございますね。これね、車のね、あのリアゲートのとこなんでございますけど、の風の巻き込みがあるとこなんかね、特にすごいんでございますけども、まあこのね、量はね、近年まれに見る凄さでございますね。でこう屋根の上なんかにね、なるとこういう私のね、明るいボディなんかでもいかがでしょうか。この、ね、黄色くね、ボディがね、ちょっと変色してる感じになるんですね。この境目がね、黄色く茶色く変色してるのがわかると思いますが、もうこれすごいですよ。シルバーのボディでこれぐらいまでね、出るってことは、これ半端でない量なんですね。すごい黄砂でございます。まんべんなく汚れがついております。もうガラスなんかね、もうてきめんに分かりますからね。びっくりですよね、これ吸ってると思うとゾッとしますが、はい。でこれがワイパーのところで、ウォッシャー液でね、キャッチした砂でございますが、これね、すごい量なんですよね。ひとかきでこんだけ集まりますからね。それもわずか 2,3 時間のことでございますので、でこの砂の量はですね、もうちょっと半端でないという感じでございますね。で本日はですね、この黄砂についていろいろとどうやったらね、あの安全に洗車できるかっていうのをやってみたいと思います。まあこの黄砂に関してはもうこの時期はですね、ちょっと危険な領域まで降ってまいりますので、なるべくだったらですね、このボディに傷をつけないような形でですね、洗車できたらいいと思われますので、本日はですね、この黄砂対策をですね、やってみたいと思います。はい、それでは開始したいと思いますが、本日ご紹介するのはですね、こちらでございます。結構ね、ちょっと大きな箱でございますが、こちらはですね、高木という会社のオーロラステップっていう、よくお庭とかでね、お使いの、まあ、よくあるのはこっちですね、こんなタイプの巻き取り式のホースでございますけども、でこれね、なぜこんだけ大きいかというとですね、こちらにね、もうね、書かれてますが、これリールのカバーが踏み台にと、要はですね、この上に乗れるんですね。でこの上に乗って自動車の屋根をですね、簡単に拭きましょうねという話でございます。で確かにですね、あの最近 SUV とかワンボックス、背の高い車が多いでございますので、このように簡易型のですね、台があると楽は楽ですよね。で車とのね、比較でもこんな感じでございますので、でサイズがね、42センチあるので、こう屋根なんかね、もう楽々拭けるぐらいの踏み台となってくれますので、非常に便利なんですね。で耐荷重もね、100キロぐらいまでありますので、結構ね、丈夫なんですよ。ということで、今回はですね、こいつを使ってですね、この黄砂をやっつけてみたいと思います。ではこのね、実際に踏み台をね、ちょっとね、外してみたいと思いますが、ここのレバーを押すとね、こんな感じで取れてくれるんですね。実際に乗ってみましょうか。こんな感じなんですね。こんな感じですので、私体重75ぐらいですかね、全然ね、大丈夫です、ね、結
構ね、カバーがね、大きいでございますが、これがね、やっぱり踏み台になってくれると非常にありがたいですね。で、私のモデルは30メーターのホースがついているモデルなんですが、30メーターあればね、まあかなりね、いろんなとこ届きますので、水道のね、蛇口が遠い方なんかは非常に便利かと思われます。で、カバーがあるから、太陽に当たってホースがね、硬くなっちゃったりすることもないので、カバーの役割と踏み台の役割というね、非常に一石二鳥の便利な商品でございますね。それではですね、現状どのぐらいのですね、交差があるかというのをちょっと確認するためにですね、このショップタオルを濡らした状態でですね、軽く一吹きしてみますね。いかがでしょうか。これでございますよ。見えますかね。これでございます。これってね、さすがにやはりなんかやばい雰囲気を醸し出しておりますね。すごいでございますよ。何やら怪しい黄色い物質っていう感じですね。なんかね、やっぱ砂だけじゃないような気がするんですね、これで。こいつをですね、まああまりちょっと注意を払わずに取ろうものなら大変なことに、ね、なってしまうような気がいたしております。これをね、きれいに傷つけずにね、落とすのは、ね、なかなかね、大変でございますので、今回はちょっと一工夫してきれいにですね、洗浄してみたいと思います。はい。で、今回ですね、このオーロラステップというですね、この巻き取り式ホースについているこの先端のノズルでございますけども、ノズルガンといっても言うんでしょうかね。で、これがね、非常に、まあ、一般的に当たり前ですが、このシャワーとかね、これジョロとか、ここはここでストップになって、ここでストレートになって、で、ここにね、霧っつうものがあるんですよ。で、今時はね、霧っていうのはどの製品にもついておりますが、これがね、またね、綺麗なね、霧を出してくれるんですね。いつもご紹介しているミストを使うとね、こういう汚れが取りやすいですよっていうご紹介をしてるんですが、この霧もですね、非常に綺麗なミストになってくれます。で、もう一つね、ここにね、これがあるんですね。これ水圧調整できるレバーがあって、これで調節ができるので、自動車をねやってる時ってあんまり強いものが必要ない時困っちゃうんですが、これがあることによって弱くも強くもねできるので、レバーを上げると強くで、こっちで弱くなるんですね。なので、これね、非常によくできたノズルがねついておりますので、この辺も非常に洗車には使いやすいですね。実際ね、どんな感じになるかというのをちょっとやってみましょうか。こんな感じでございますね。ミスト非常に綺麗なんですよ。で、これでこのレバーをこのように上に上げていくと、さらに強い、もうこんなね、噴水っていうか、もうすごい綺麗なミストがね、こう簡単にね出せるんですね。いい感じでしょ、これ。もうお家でね、簡単にね、完璧なミストが作れるんですよ。ボディの先端からね、窓の方までね、楽々届くぐらい水圧が高いんですね。で、これ多分ね、ホースがね、太いから、ちょっと圧が出てくれるんだと思うんですけど、逆なのかもしれませんが、非常に水量が豊かで、使いやすいんですね。で、このように、もう、いつもご紹介している通り、ミストを吹いていただくと、見ての通りですね、シリコンが乗っかっていると
このように水滴がねガンガン落ちてまいりますので、これでねまずはきれいに砂を落とそうというのがね目的でございます。で例えばですね、このストレートでねこんなことやっても落ちないっすよね。ある程度は流せるんですが、なかなかねピンポイントでは落ちないと。それにせっかく塗ったですね薬剤も一緒に落としてしまうこともあるので、水圧で落とすよりもミストでねこの汚れをね自然に落としてあげようというのがね、この傷をつけない洗車としてね私がご紹介している方法なんですね。でとにかくねこれね結構ねプロフェッショナルなねプロフェッショナルライクなミストがこの高木の巻き取り式ホースについてるノズルがすごいんですよ。なのでもうねおそらくねこれでねもう先ほどの粉のようなね砂はねもう落ちてくれるんですね。こんだけですねかけるだけで、この撥水効果ももう抜群でございますので、こんな感じにねもうただ単にかけていただくだけでございます。ミスト洗車はね本当に気持ちいいでございますよ。でこれでねもう砂はねほとんどね落ちてくれるので、でこうちょっとね細かいところをやりたいときはここの水圧調整レバーでこういうふうにやると軽いミストに、ミストというかねまあこんな感じに弱くなってくれるんで、完全なミストは強い水圧でないとなかなか出てくれないと思うので、こんな感じでまたレバーをね一番上にしていただくとこんな感じでミストを噴射することができます。はい、で今ミストでね洗い流して、じゃあどれぐらい黄砂がですね消えてくれたかというのを見てみたいと思いますが、ちょっとさーっとねここ先ほどやっておりませんので見てください。全く黄砂がついておりません。光をよく当ててね見ていただくといかがでしょうか。このシリコン撥水によってですねもうこのミストを投げかけるだけで砂ついてこなくなるんですね。もう現状この状態で砂が取れてしまったんですね。でこれぐらい撥水力が強いと洗車の時にですねとりわけこう拭き取るようなね行為をしなくてもここまで黄砂をですね落としてくれるっていうのがよくわかります。これ先ほどの状態ですがこんな感じでボディの上に付着しているのは見ていただいたと思いますが、こんなに違うわけですよ。今さーっと拭いただけでねもうこの黄色いのがこのシリコンで撥水してあるとですね水玉があっという間にこんな砂はね溶けてくれるということでございます。はい、この黄砂が乗った場合はやはりあの雨がね降る前にね一回ねこうやってミストでガッと拭いてあげればさっと落ちてくれるんですが、雨がね一回降って固まると砂の塊になるんでね落としにくくなるので、なるべくね早めにミストを使って落としていただくといいと思います。黄砂をね乗せたまま万が一ね軽い雨なんかに当たっちゃったりするとこんな感じになっちゃうんですよ。こういうふうにね、なのでこれもねあのまた砂がね集まってすごく、まあ、硬くなってくるっていう感じになりますので、こういうふうに、ね、なる前にあのミストでねきれいにさっと流しておくと楽かもしれませんね。でミストで落ちる範囲だったらば
本当にあの傷をつけるね、リスクがね、軽減できますので、早め早めにね、まあ、お時間ない場合はね、なかなかできませんが、このシリコンを使って施工しておくと、簡単にね、落とせるので、少しね、めんどくさい時でもやってみようかなっていう気にもなりますので、で、次にですね、ここまで落としたら、今度はね、何をするかといえば、完全にまあ、吹き上げていただくんですけど、若干、まだね、どこかに、砂がね、しつこく残ってる可能性もございますので、吹き上げるときにもね、ちょっとだけね、やっぱり気を使ってあげるといいんですね。で、ここからね、吹き上げるのに、通常のタオルでね、拭いていただいてももちろんいいんですが、意外にね、ちょっと使えるね、ものがあるので、ご紹介しておきたいと思います。それがですね、これでございますね。これ、軍手でございます。でね、この軍手、ちょっとね、なんか、膨らんでるように感じません？でね、これはね、実は冬用軍手ってやつなんですね。で、冬用軍手っていうのは中がどうなってるかっていうと、これ、こちらが一般的なね、軍手なんですけどね、このようにね、起毛になってる軍手があるんですね。で、あったかいんですよ、この軍手。で、中はね、このぐらい、ふかふかなんですけど、表側はですね、こう、綿みたいなのにこう覆われてるんですね。なので、この一般的なね、軍手と思うと、すごいタッチが柔らかくて、でね、汚れをね、吸い取ってくれるんですよ。で、別にこのね、普通の軍手が悪いって意味じゃなくてね、この仕様の違いがありますよっていうお話で、で、この細かいほこりをね、取るときにね、非常にね、この軍手のね、目がね、役に立ってくれるんですね。で、どういうことかというとですね、この軍手を、これもね、かなりね、ふかふかなので、こんな感じでね、さっとね、当ててあげるんですよ。そうするとね、砂がね、パーっとね、取れるんですね。で、この手の感触で、砂がね、どこにあるかっていうのはすぐわかりますんで、で、このシリコン撥水していると、砂がね、とにかく落ちてくれるんで、あとは最後ね、本当にしつこく残ってるのをね、若干どこにあるかっていうのを見つけるためにね、こうやってやってあげると、こちらのね、軍手にね、砂がね、移ってくれるんですね。で、特にこの、軍手の網目がね、きちっとね、汚れを取ってくれるんですよ。で、軍手が汚れてしまったら、もうこのままですね、こう水をつけてね、こうやってやってあげると、砂がね、水の中に落ちててくれますので、で、手をね、こうやって動かしながらね、拭いていただくと、取れてくれるんですね。楽なんですよ、これ。こんな感じでね、もう軽くね、もう、吹き上げてていただいて構いませんので、これ先ほどのね、真っ黄色だったタオルがもうミストでね、流すだけでもうほとんどないでしょう。で、この時にね、この先ほどご紹介した軍手でね、こういうふうに探ってあげるとね、どこかにね、大きなのが残ってたりする時にガリッとやっちゃうっていうね、リスクをね、軽減できますのでね、ひどい場合はね、こうやって軽くね、このショップタオルで流しながら、この手の感触で同時にこう確認しながらね、やっていただくとね、より効果的でございますので、この冬用軍手っていうのはね、意外に使えるんですよ。でね、ほんとね、タッチが柔らかなのでね、こんな感じで吹き上げてっていただくと、非常に効果的でございます。はい、では実際にね、先ほどご紹介したオーロラステップの上に乗っかってね、やってみましょうかね。これ屋根の上だと、やっぱ40センチ高くなるとね、ほんとよく見えますよ。で、もう一回ね、ミストで、こう、砂をね、流していただいて、すごくね、やっぱりね、水もね、当てやすくなりますからね、楽っすね。まあ、こんな感じでね、ザーッと、さすがにね、一番向こうまでね、手届きませんけど、
もうちょっと近づけばいけるのかな。まあ、ボディに傷がつくといけないのでね、いけませんが、まあ、こんな感じで、もう、ミストで、砂をね、もうバンバンに流していただいて、綺麗にね、していただくと、安全にですね、傷がつかずに、洗車をね、することができると思います。ということで、本日はですね、このオーロラステップという非常に綺麗なミストを吐いてくれる巻き取り式ホースと軍手を使ったね、砂の発見方法をですね、ご紹介いたしました。ありがとうございました。